今回は夜旅をしてみたいと思います。親には内緒で行きます。ちょっと危険だけど怖いね。傘でも持っていっとこうか。傘持っていっとこうか。怖いし、ちょっと待って、ヤンキーとかいそうで怖いな。仕事帰りにちょっとここ通る人いるんだね、俺の家の前に。俺初めてなんだよね、怖え。今引っかかった。怖えな。あっちなんかヤンキーそうな気がするからこっちから行こう。怖えな。コンビニのなんかお腹ついたものがあるから。うわ、家とか明かりついてるんだ、まだ。珍しいね。同じ場ってこんな風だったっけなと思ってるんですよ。ここはね、行くが、俺がいつもここ中学校の帰り通ってるところです。ああ、川の流れが実際微妙に、非常にちょっと星があるね。当然なんだけど、ちょっとほとんどの、ちょっと少ないんだけど、今見たところでは明かりがついてるところがあるのね。まああれはマンションなんだから含まないんだけど、こっち怖えな。なんかイタチとか出てきそうかねえな。伊達じゃないよ、あの仮面ライダーオーズに出てくる伊達明じゃないよ。オーズバーズに変身するやつね。なんか五郎丸歩みみたいな人じゃないよ、伊達っての。怖えな。親から電話来そうでやべえな。親見てんだけど、いつもグッドボタン押してとか言ってるんですけど。怖えな、これ。怖えな。あそこ俺なんか自転車来た。ちょっと隠しておきます。すいません。今回ちょっと BGM を短めにしてると思います。ちょっと今撮影中だから分かんないんだけど、光映ってるね。街灯とかもついて当たり前なんだけどね。あっちの家もまだ光ついてる。俺の中学生の先輩かな。これめっちゃ暗いよ、あっち。怖え、どこ行こう。怖えな、これ。男は黙って当たって砕けろだ。砕けろやってなんだ。ケロケロ言ってんの。まあいいか。あ、歩道中のマークめっちゃ光がついてんじゃん。おはようございます。誰か知らない女の人だった。怖え、夜怖いな。ヤンキーが出てきそうだ。待って、なわけないか。まあいいか。ちょっとね、親とかに言われるんですよ。地元の人とか学校行くときとかね、町住民の人にね、おはようございますって言うの。俺はそれとは逆で、怖いからおはようございますって言うの。逆にそんな方が怖いよね。まだここ工事中か。これ誰か一人で喋ってる人がいたよ。俺じゃねえか。怖いな。あそこの家も光ついてるよ。見せないけど、さっきもめっちゃ見せてたじゃんっていう話だけど。
公園パターン入ったじゃん。怖え、怖えな。あっちヤンキーいるからこっちから行こう。あっちからも公園の入り口だけど、まあこれもなんか縁起良さそうだから行こう。でもこんな道は嫌だよ。怖い怖い、怖えよな。怖いんだよね。うん、そしたらこんなの止まったかと思った。まあね、こんな時間だったらね、まあ、大半の視聴者の地域ならそうだと思うんですけど、ここ夜になったらね、電車通らないんですよ。まあ当たり前のことなんですけど、はい、何か怖いからちょっと、お母さんだって、やばくね？やばくね？ちょっとね、さっきおはようございますって言ったのに別に怖いことじゃなかった。これ怖いな、怖いな、怖いな、めっちゃ怖いよ。ここでちょっとボツになった動画なんだ、ボツになった動画なんだけど、俺が6年生の時ここに入ってある物語の動画を撮影してたら、なんかおばさんになんか怖い目出したらあかんねんって当たらないから、俺が一番怖かった。どっかで救急車の音が聞こえる。ピーポーピーポー、うんうん、消えたね。ピーポーピーポー、救急車だ。まあ視聴者に聞こえなかったと思うんですけど、これわかんないな。これ言ったら悪口だと思うんだけど、あまりね、この小さい音が聞こえないんだよね。まだ当たり前だけど、当たり前当たり前って言ってるけど、何が当たり前だか分かんないって言っちゃった。なんかで、怖い、なんか足音した。悪い人らが集まってんだから、あっちの家明かりついてるけど、ちょ怖い。こことかなんか火が出てきたとこ、いいから走ろう。仕事帰りかよ、タクシーかい。さっきのタクシーじゃね、あれ怖いな。さっきも言ったと思うんだけど、電車が来ねえ。あっちのパチンコまだ開いてるよ。でも俺まだ中学生だからね、そんなことしてんの分かんねえのよ。まあダメだけどね。電気ついてんじゃん、怖えな。そこのパチンコとりあえず気になるの、危険だけどめっちゃ怖えな。オタクどもが集まってる。ストリートファイターのオタクがだんだんと集まってるような気がするわ。まあ、あっちでやってんのか、あれガローってなんていうの、怖えな。なんかこの雰囲気、うんね、今回からっていうのは大変だけど、2017年に入ったから別のオープニング、まあ、エンディング作ろうと思うんですけど、うん、で、まあ、エンディングは今回の話としておきましょう。なんか声をした、ちょっと行こうとしたんですけど湧いてない雰囲気がしたのがやっぱりあります。開いてる、耳が開いてますけどね。開いてるわ。朝ごりなんか朝飯とか食うか、朝飯とか食べるか。なんてこんなせいぜいしてるかっていうと、ヤンキーがすぐそばに来ました。はい、俺のスマホもね、カメラ自身あるんだけど充電がなくなりそう。
充電がなくなりそうなんだよね。ごめん、怖いから逃げよう。充電もかかって帰ろう。はい、まあ危険があったんでちょっとカメラ止めたんですけど、今回はねめっちゃ怖かった。帰りが見せられなかったからね。今回もご視聴ありがとうございました。バイ。